井戸崎き、えー、今日から個展が始まっているので、それの紹介の動画を撮ろうというわけなんですけども、えー、会場がですね水道橋なんですけども、えー、ここに、ね、ナンハウスという、ね、カレー屋さんがあるんですね、でその2階にね <laughs>、えー、ちょっと話で見えないかな、あのー、大型ポスターね、糸崎公夫写真展、えーと、6月5日までということで、これが目印なんですね。 でえー、スペースなんですけども、えー、路地と人という名前なんですね、この、えー、ここに路地と人って <laughs> 出てますけども、えー、このカレー屋さんの隣の、えー、この入り口ですね、これは入って、えー、2階なんですね、それが、えー、路地と人というスペースで、えーっと、階段を上っていきますけども、<laughs> そうするとね、えー こんな感じで写真展をやっておりますと、えー、いあこれはあの、えー、と2月に AI 芸術展というね、えー、彦坂成江先生が企画した展覧会やって私もそうい出してましたけども、えー、その会場ですねあの非常に、えー、隠れ家的ということを言ってた方もおられましたけども非常にね味わいのあるスペースで、えー まあ個人まりとしてますけどねあのまあいいスペースなんですね。多目的スペースなので <laughs> ちょっと雑多な部分があったりするんですけどもそれでえとまあここに DM が置いてありますけども「日本の嬉しい場所」っていうねえまあ,あの嬉しい場所っていうのはだから日本が最近その観光地になっている外国人観光客が。 えー、殺到してるっていうところで、えー、みんな嬉しそうにしてるっていうのをね、えー、写真に撮ったということなんですね。えー、なかなか <laughs> 動画で撮ると反射がなかなか厳しいかもしれないですけどでもねあの皆さんいい表情で、えー、撮られていてこの辺はね浅草なんですね。そうするとみんなこうもしゃもしゃ <laughs> 嬉しそうになんかこんなあの串を食べてたりしてね、えー 面白いなっていうふうにして思うんですね。で、まあそれがまあ一つテーマなんですよ。とにかくみんな嬉しそうにしていると。ね、これはあの浅草ですね。えー、あれさっき上野って言ったっけ？これ上野の雨横。それで、えー、こっちら浅草ですね。で、まあ記念撮影撮ったりとか、えー、みんな思い思いにね楽しんでいるところをまあ、えー、まあ、素直に写真に撮ったんですけども。 <laughs> 今回の私の、えー、ひねくれポイント作品のひねくれポイントとしては、えー、皆さんの顔ですとお顔ですねこれを AI に変換してるんですねだからこれは、えー、写真なんだけども AI アートと、えー、まあもともとその Photoshop というね写真加工アプリむこう昔からありますけども写真加工アプリソフト ソフトウェアの定番ですけどそれに AI が実装されてそれでまあ専門的なこと言うと顔の部分だけ選択して、えー、それで AI 生成ってやると、えー、別人の顔になる微妙に別人の顔なんですねだからあの何ていうのかね全く嘘ではないっていうね、えー、いかにもありそうな、えー、外国人観光客の顔にしてくれるとねでこれはまああの えー、思い出横丁ですね新宿のねこの辺からね撮り始めたんですけどもあのとにかく新宿の思い出横丁も,もうとにかく外国人で今いっぱいなんですねでコロナ前とは随分状況が違っていてとにかく面白いとね、えー、これもみんなあの嬉しそうにスマホ掲げてますけどもこれはあの、えー、と新宿の東口の交差点で猫の 電光看板ですね猫のでっかいにゃんこはにゃんとかいうそれをみんな嬉しそうに撮ってるとね、えー、そういうところですねで、まあ、これも思い出浴場ですけども結構ね子連れであのお子さん連れた方々がね結構ね夜,夜遅い時間にこれも歌舞伎町なんですけどもあの子供がいてこれもね あの服見ると服のセンスがやっぱ日本人じゃないですよねでもまあ子供っていうのはまあ面白いなと <laughs> 思うんですねでこれはだからそのえー、とまあこれは明らかに外国人ですねであとねこれは原宿のパートなんですけどね、えー、竹下通りですね竹下通りも私はあの立体のフォートまで竹下通り作ってますけどもやっぱりこう 人がわっといるところは私は好きなんですけどもそれをまあそのいろんな形でね表現するっていうねで今はこの AI と超広角レンズですね1 2ミリっていう超広角レンズを組み合わせてますけどもあと一応まあここにコンセプトね日本の嬉しい場所のコンセプトとあとはその AI の塗りつぶし機能ですね これの解説ですね、まあ、これは私の顔ですけどもそれを、えー、AI で <laughs> ちょっと違った人に変換すると。ということで、えー、6月5日まで展覧会をやっておりますとまあだからその <laughs> まああの非常にそのまああの,あの準,備準備の時間もない中ね え最低限でまああのやったと、こ,この路地しても、こじんまりとしたスペースで、<laughs> 設営も今日設営もきょね、2時間ぐらいかけて一人, <laughs> 人でやってしまって、ほとんど、なんてうの、目分量でこう <laughs> え感覚とか高さとかやってちゃっちゃと済ましたと。 いうところで、えーあ,りましてまあちょっと直前で風邪引いいだしてね大変だったんですけどそれと、えー、重要なのは、えー、写真集ですね写真集も直前にできていいのができてで今日はあの、えー、ともう2冊 <laughs> 売れたっていうか買ってくださった方がいたので、えーまあ、非常にありがたいですねあの、まあ、印刷の質もいいしね。 えー、内容としても私も、えー、大変に満足しておりますと。でもう一つ言うと、えーまあ、これは私の DM ですけども、えー、彦坂尚義先生の DM もあるわけですね。えー、昨日搬入でだから昨日彦坂さんの搬入のお手伝いで,で,で今日は急遽ね <laughs> 2時間で自分の搬入を済ませたというところでまあ堂々とねいろいろ大変なんですけどもあの、まあ、そうやってその えー、まあ今彦坂先生とねあの組んで仕事をしてるわけですね機体分子ギャラリーというそういう組織で、えー、まあアートコレクティブですね今時の言い方をするとねでそうするとこちらも AI でこちらも AI ですねでも使い方が全然違うんですね、えー、AI っていうのはいろんな可能性があってねで私は私の答えを出しましたというところであの、まあ、このように展示してそして、えー、作品集も えー、販売しておりますと。でまあ、とにかくね、あのえー、これが A1 サイズかな、でこれが A2 サイズかな、でまあ、とにかくね、あのーまあ、大きく伸ばしてもすごく見応えがあってね、まあ、大きく伸ばした方が見応えがあるんですけども、もともとの写真自体は、えー、シグマ FP なんですね。 えー、2,400万画素で2,400万画素っていうと今時だとそんなに高精細ということはないんですけどもでもねあのもうこれで十分なんですね2,400万画素あると十分なんですよでまあ今あの画素数でいうと6,000万画素っていうのはね35ミリ版フルサイズであってシグマもシグマさんもシグマ FPL というのを出してますけどもあの。うん まあ僕自身はねそんなにクオリティ主義じゃないしねえ <laughs> カメラなんか何でもいいんですよ。でカメラなんか何でもいいっていうかシグマ FP はこれはだからその新宿ゴールデン街の非常にあゴールデン街じゃないや思い出横丁ですね非常に暗い条件なんですけどもえシャッター速度を早く設定してで、IS、o 感度をねえドカンと上げて普通で言うとまあ画質は 悪いはずなんですけどもやっぱりね写真が面白ければ、えー、気にならないんですねでそれとその元の写真の流情性の荒れたところにちゃんと AI がね合わせてくれるんですねだから顔だけ選択して、えー、AI で変換してますからねこの流情性とかね色調とかね光の加減とかずいぶんよく合わせてくれるんですねこののの元々の、えー、あの デジカメの荒れれですけどももそういういいいいんじゃないかとだから最近あの、まあ、木村慶天はじめ昔の3 5ミ、mm、リ版で撮った、えー、写真をね見る機会ありましたけどもあの結構ね粒子が荒いんですね昔の3 5ミ、mm、リ版でねだから別にその何でもいいじゃないかっていう,うして要は写真の内容でしょって思うんですね安井中樹だって戦前の人ですからねあの画質でいうと随分。 荒いんですけどもだからあの、まあ、今回、まあ、写真的なことを言うと SIGMAFP の,シグマ FP の、えー、フルサイズで2,400万画素で,でしかもイソ感度をねドカンと上げると結局 SIGMAFP 手ぶら補正ついてないですけどもあのやっぱりこういう夜の,あの、まあ、人物スナップっていうのもねあの やっぱ手ぶれ補正だと、被主体ブレっていうのが被主体ブレですね。それが、あのー、補正しきれないので、結局シャッター速度を、えー、250分の1秒とかね、えー、それぐらいに設定するわけなんですね。でそうすると、あのー、これちょっと <laughs> 動画だと分かりにくいかもしれないですけども、フリッカーが出るんですね。こう、横にシマシマが出るんですよ、ねえー。シグマ FP は電子シャッターしか搭載していないので、 えー、フリッカーがどうしても出てしまうんんんででですすねでもねねもそななの関係ないんです、ね、フリッカー出たらその出たままでいいじゃないかっていうね、えー、だからそのあんまりこ,うこのカメラはこれ,こ,れこれが欠点だっつってね、えー、夜の撮影に向かないとかね、えー、そういうことじゃなくてフリッカー出たら出たなりにね、えーまあ、そういうふうにしてあの全部表現として取り入れるっていうねそういう柔軟性が、えー 大事なななんじゃないのかなとでその中で AI をその、まあ、言ってみれば補助的に使うというかねあの、まあ、今だからその肖像権っていう肖像権とは何かっていうのは難しい問題ですけどもそれについての,その、まあ、一つの回答というかね、うんえー、だから <laughs> 別の動画でも話しましたけど肖像権っていうと実は、えー、旧約聖書にまで 通じるるものがあるわけですよ、ねえー、みんな意識していないでしょうけどもその聖書を読むとちゃんと肖像権について書いてあるんですねでも時,い時代が変われば一般庶民が神様になると、ね、でそれとともに AI というものが出てくると、えー、そういう、えー、すごい時代を我々は生きているなというところで、まあ、こういう展覧会をやってますと。 ということででで6月5日までなのでね、あのーまあ、今回動画でお見せしてますけどやっぱ実物のプリント見るとね、あのーまあ、自分でもいいなって思うしねで写真集もねあの非常に <laughs> 楽しいものができたという、ね、嬉しい場所ってありますけど嬉しくて楽しい写真集ができてよかったと思いますので,で私は基本的には毎日ここにいると ね、6月5日まで私は毎日ここにいるということなので、えー、お話も皆さんとできればと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。